ないから。シーフードミックス焼きです。これだけですよ。そんまやな。でもこのイカうまそうやな。イカじゃないのこれ。イカです。イカ、エビ、ホタテ。そうですね。ここに入れる。全部入れたいですね。色だけはいい。うんうん。シーフード焼き。どうぞ。入れますよ。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、もう具だけ切るよ。具だけやったらいいよ。何をしてんのかわからない。ここから何ができるか知らんみたいな。そこにネギあったらもっと切ればいいな。あ、ちょっとね、ネギあるよ。ネギあるよ。もう終わりかけ。多分切れる。あ、いいね。いや、降ってない。多分大丈夫。東吉野が積もってた。いい感じよ。切れちゃう。だからさ、ちょっと話しとって、なんか貝パーティーとかも面白いかな。前の牡蠣パーティーの延長みたいですね。大アサリ食いたいな。大アサリとかもだから全部いろんなあれして、どうです。いるんです。エンダカラク。うん。これ取ってんの？取ってる。全然知り合いも何にもないとこから、フェイスブックから始めて、でそっからお客さんがみんなまたフェイスブックアップするから、いつもうわー上がってくるから、すごい県内ではフェイスブックの有名なクレープ屋さんになって、あ、でもクレープ食べて、俺も真ん中突っ込んやろう。あかんで。あかんで。あとで切る切る。帰ってから遊ぼう、写真で。これ以外いける。もう一回取る。わ、めっちゃくるんくるんや。綺麗やで。くるんくるん。